空を越えてララララ、星の彼方行くぞ、アトムジェットの限り、心優しいララララ、科学のコーチューマン、馬力だ鉄腕アトム。どうもタブヤンです。さあ、鉄腕アトム単発実況でプレイしていきたいと思います。1988年、コナミさんのファミコンソフト、アトム、アトムや、コナミさんのファミコンソフトなんですけど、残念ながらコナミさんが開発しているわけではないんですよね。さあ、やっていきましょう。おっと、危ない。ごめんして、タコ殴りにしてやっつけていいのかこれ。アクションゲーム。あー、弾が当たった。博士のウランが減っていくんだ。あ、また最初から。コインを取ればいいのかこれ。コイン取って、コイン取って、あー、やられたー。海を越えて飛び立て、博士のウランが減っていく。鉄腕アトム、ウランがエネルギー、右下のエネルギーが減っていってるんだね。おりゃおりゃ、かわして、危ない。コイン取って、ああ、こいつらやっつけないと復活しちゃうよ。でも無駄な殺生はしない方がいいんじゃない。コイン7、何使えるのかなコイン。あ、電話がある。遅いぞアトム。え、なんか怒られたよ。危ない。ジャンプジャンプジャンプ。あれ、これ上に、あ、飛べた。なんかね、ジャンプ3回して連続でやると飛べるみたいなんだよね。あ、飛んだ。これ落ちるとアウト？大丈夫？アトム？クリア？一面クリアか。この人誰？ようこそアトランチスへ。道を知りたくば、剣立て、玉を探してまいれ。え？どっちに行けばいいんだこれ。左か右か。危ない。剣立て、危ない。あー、やられた。弾と剣と盾だぞ。やばい。博士の裏もうないね。ラスト一機かこれ。左かな。あ、違う。危ない。ほら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 、魚を取れってヒントくれたよ。あ、やられたー。あ、最後ウラン100、ラストウランで復活だけど、ウランが100しかない、パワーが。人魚に玉、人魚に玉、魚を取れ。なんか何言ってるかわからん。なんかヒントくれてるんだよねこれ。僕弱い豚な、撃たないで。海から行くとあっち向い、海から行くとあっち向いてほい。なんのこっちゃ。あー、二人喋るとわけわからない。え、あ、隠し部屋があったぞ。魚、魚。あ、落ちた、落ちたくないよ、怖いよ。ウラン55しかないんだけど、どっかで補充できるのかな。あ、ちょっと怖い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 。アトムの像を建てられました。
鉄腕アトムいかがだったでしょうか。オープニングの歌がピークかもしれませんね。2番歌っとく。行きましょうか、もう一回ね。せっかくなんで手塚プロダクションが絡んでますし。あ、金貨を盗まれたんだね。でもこの人たち悪い人たちなんだ。だから倒してもいいんだ。よし、戻し作業しよう。あー、やられた。さあ、戻し作業しました。ようこそアトランティスへ。さあ、行こうか。マイカラコイン。縦は水。水際。縦は水際にあるって言って。私は誰。え、あ、みんな後ろ向いてる。チャンス。魚を取れ。魚を取れ。さっきのとこだよね、やっぱ魚。気をつけて。水際。ここだよね。魚を取れだよね。よいしょ。ジャンプし、空飛んでいきたいんだけどな、これ。怖い、緊張する。落ちたらアウトだからね。魚取れ。よし、魚取った。魚取ったよ。魚取ったよ。魚取った。魚。何これ、魚。魚取りまくってるけど。いいのか、これで。もういいんじゃないの。え？もういいよね。魚取ったよ、十分。これ落ちんの怖いよ。落ちんの怖い。さっきここで落ちたんだよね。怖いよ。今落ちてた気がするけどな。何これ何これ何これ。破壊して。この先に何があるんだ。あ、なんか取った。これで1個かな、弾かな。やばい、ウランが少ない。あ、落ちたー、博士ー。でもこれ1個取った。あ、アイテムなってる。魚って何これ。魚、え、魚22個もあんの。魚どうするんだろう、何に使うんだろう。海から行くとあっち向いてほい。何の話だ。読めない。ここはどこ、私は誰。ここはどこ、もういいわ。この人はもう、あ、やばい、もう逃げろ。よいしょ。この下なんか怪しいな。ここやっぱり何、壁画。え、これ。え？あ、通れなくなってる。嘘。え、何これ、脱出できないの？うわ、何この壁画の謎。閉じ込められたよ、博士。博士、 A ボタンと下で博士呼べるんだよね。この13の壁画は何か隠されている。あ、博士教えてくれた。何がどう隠されてんのよ。魚かな。アイテムをどうやって使うんだろうね。謎すぎるでしょこれ。
空も飛べないし、100万馬力あっても無理だー、博士博士博士何か隠されている。もうリセットしかないのかこれ。なんだこのゲーム。魚を使える。あ、破壊できた。何今どうやったんだ、自分でもわからんぞ。これを破壊できたの、あ、できるんだ。めちゃくちゃ難しいけど、この A ボタンとジャンプ B ボタンの押すタイミング、破壊できるんだね。 A ボタン押してすぐ B ボタンだ。めちゃくちゃタイミング難しいこれ。よし、これで全部破壊できるはずだ。でもウランが減っていく。あの剣だよね、剣と弾取ったからあと一つだよね。もう脱出したいんだけど、あー難しい、なんて仕事。よし、脱出成功。よっと、危ない。あー、よかった、一撃アウトじゃなくて。おら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 、あと一個、何これ、猫。魚と交換に盾を授ける。あ、ありがとう猫ちゃん。魚ね、あれ、どうぞ魚。え、いや魚が食いてえなって、魚22匹いたけど、何これ、魚なくなってんのこれ、嘘でしょ。あ、盾を授けよう。盾もらったんだね、もうね。オッケー。これ何？これ海飛んでいけばいいんだよね。謎解きが多いな、このゲーム。あ、いたいたいた。え、ジャンプしたい。あ、飛べた。あ、今飛べた。あー、今行けてたよ。また向こうまで行かないといけないのか。うわ、これ行きたいな、これは行きたい。頑張って。こいつらの大砲が一番手強いよね、一撃で死ぬから。上から行くと砂漠、ラリルレロ、来ない。なんだ今ブルルンって言ったら一気増えたのかな。よいしょ、怖いよ、落ちたくないよ、やばい、あ、出た出た、あ、やばいやばい、あ、出た出た、やばい、あ、夜になった、もう魚が食いてえな。もうあげたでしょ魚。さあここですよ、ジャンプ。よし、あ、なにこれなにこれなにこれ、さればよう聞け、そこに穴があろう。どこに、そこに飛び込むのじゃ。え、穴、どうした、はよう行け。え、穴ってどこ、ここのことか。はい、行きます。やったー、あともよくやった、やったぜ。ステージ3、よくここまで来れたな、このゲーム。なんだ、あ、落ちる、怖いよ、あ、落ちたくないよ、怖いよ、なんだこいつ。うい、ドクロの顎はあっち向いてほい、いて、いて数字を合わせろ、痛い、
ヤンケ一つすずつ合わせろ。ドクロの数字、ドクロ全部ドクロだらけなんだけど、気やすく殴るな。なんだこれ、なんだ、数字合わせ、え、また謎解きか。謎解きが好きだなこのゲーム。これなんだ、え、星の間に立て、え、星の間、ここかな、あっち向いてホイじゃ。あっち向いてホイじゃ。あっち向いてホイじゃ。なんだこれ。右か左だけでこんなに外してんの？え、成功したじゃん今。なんだよおい。え？意味わかんないなこいつ。殴っていいか？え？あ、殴るのかな。殴るんだね。オッケー。こいつが動いてから。ずるい、後出し、後出しでいきますよこれ。あー間違ったー、また最初から。なんだこれ、もういいわ。なにこれ、え、火の玉の長さは数字で変えろ。あ、もうウランがない、ラストチャンス。なんなんだこれ。あーやばいぞ、アトム、アトーム、アトム。メビウスの門で死んだアトムへ、君の体はやがてアトランティスの土になるだろう。え、本当に？鉄でできてるのに？アトムよ、さようなら、お茶の水より。ちょっとなんかコメントくれるんだね、ステージ3まで行ったら。いやー、なかなか秀逸なアクションゲームでした、鉄腕アトム。それではまた次のレトロアクションゲームでお会いしましょう。さよなら。コナミさん外注で作ったんだね。